エラーが発生している。やばいやん。いや、混んでるね、これは。混んでるからなのかな。うん、そうやね、これは。白浜TV 浜ゆっこです。ひりゆきです。今日も夫婦でお得な情報をお伝えしていきます。今から iPhone 12 Pro 予約します。の巻しますよ、はい、iPhone 12 が、本日10月16日の金曜日21時から予約が開始します。で、あともう2分なんですよね。で、今の画面を見てください。おお。今こんな感じでして、うん、待ちなんですよ。で、多分ね、これ9時になった瞬間に画面がパッて切り替わると思うんですよ、うんうん、で、僕ね、この今多分ね、アップストアがこの準備中なんでこうなってるんですけど、うん、準備中になる前に iPhone12 をね、お気に入りしたんですよ。うん、お気に入りしといたんで、うん、もうこれが解除されたらもうすぐ買うんで僕。うーん。で、今回ね、何を買うかなんですけど、はい、僕多分ね、前の動画で12ミニ買うって多分言ったと思うんですよ、うん、でもちょっとね、心変わりして12プロになりました、うん、なぜかというと、やっぱね、発売日が1ヶ月違うんでね、うん、僕はもう我慢できません。今日買います、うん、予約します今日。はい、はい、で、あと2分と。はい、カラーは何にしたんですか。カラーは、iPhone12 からの新色パシフィックブルーにしようと思ってます。おー、新色、ミーハーだな。パシフィックブルーで、それプラスシリコンのケースつけて、うん、それプラスウォレットをつけます、うん、うーん、後ろにくっつけれる。そうです、財布みたいなやつ、ね、そう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 、うんうん、その3つをね、買いますね、うんうん、iPhone12 は256GB を僕は買う予定です。うん、はい、そうです。うーん、さあ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 、緊張する。こい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 、あと1分ですね。あと1分、あと1分、うんうん、ドキドキ。これってさ、うん、みんな予約したら買えるものなの、それとも先着順とかでも予約したらもちろん買えるけど、来る時期が違う。あ、そうなんだ。遅くなると、じゃあ急いで買った方がいいってことだね、うんうん、そうそうそう、もうすぐ買わないとね、これね。あ、そっか、うん、発売日の次の日とかに多分来るから、だいたいオンライン組は、うんうん、そこに間に合わせるためにはもう今やるしかない。これがずれるとね、1週間後2週間後1ヶ月後とかになってくる。あ、そんなに遅くなるんだ。来た来た来た。待って、21になった。変わらんね。変わらない。あ、間もなく来た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 。最後の仕上げをすればアップストアの準備は完了です。お会いできるのを楽しみにしています。はい、おお。ちょっとね、これをするためにね、うん、浜ゆっこお風呂入ってたんですけど、うん、すぐ出てきてもらって、うん、ちょっと髪が、あと申し訳ないです、本当。本当だよ。リアルタイムで ね、うん、でもこの時間しかないんでね、もう、うん、今やらないと。そうだね、今最後の仕上げしてるから。そっか、うん、向こう側の話か、最後の仕上げは。そうそうそう、こっちじゃないのか。 iPhone 箱に詰めてるから、ちょっと待って。はいはいはいみたいな。詰めてないっしょ、今。今じゃないですよ。今詰めてるから、ちょっと待って。うん、で、こう並べてね、こうね。いや、そう、地形なの。こう、ちょっと、たまにはこうね。違うでしょ。入れたりね。するから、ちょっと待ってねっていう。あと、ポチって押すだけじゃない。ポチ。向こうがさ、なんか、うん、新しいが、うん、ね、その、ポチってなんか、あ、パソコンを、まあ、そうだね。うん、ちゃんとしたこと言うと、そうやね。そうだよね、ちゃんとしたこと。ゆうこの方がちゃんとしたこと。今もったいぶってるとこだよ、多分。ひぃー、おっさなーいみたいな。アップストア公開しなーいみたいな。遊んでるとこかもしれない、うん、いやー、ドキドキするね。ダメやんね。あ、来た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 。プロ。プロ。プロで、パシフィックブルー256。一人しない。保証なし。ブルー。どこに追加。よし、あ、俺、お気に入りしたんだって忘れてた。あら。それでは。ケース？ケースだ。同じ色？うん、ディープネイビーにしようかなと思って、うん、で、これに、これの
オレットの黒、うん、僕に追加。よし、来た。重いか。合ってる？合ってる合ってる。おい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 。143,110円。高い。エラーが発生している。やばいやん。いや混んでるね、これは。混んでるからなのかな。うん、そうやね、これは完全にそう。これもろ個人情報載ってるから見せれないね、ここ。見せれない。見せてあげたいね、ここ。おあいーん、ダメだ。全然できないっす。バッグに入れるとこまでできて、支払う直前までは行ってるんですけど、あの最後ね、Apple Pay で支払うとこで、あのぐる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 処理中で回って完了できませんでしたってなってますね。それをもうね、多分十何回ぐらい今繰り返してます。ダメになるところが3パターンありますね。 Apple Pay ボタンを押した時にダメだったらダメって出るパターンと、Apple Pay ボタンを押してちょっとぐるぐるも処理中が走って、で Face ID 聞く直前で落ちるタイプと、Face ID まで聞くとこまで行ったけど、そこの最後のチェックでエラーってなるパターン、うん、その3つの壁を乗り越えたら買えるはず。全然無理やん。もう15分経ったよ。だからまだみんな書いてないってことだ。押しても反応しなかった。やば、途中しかないよね、これ。そうだね。マジか、マジか。大変やね。大変だ。ん？バッグにアイテムがありません。なんで？変えたってこと？うちも受付中になってる。あ、いけた？あ、いけた！あ、変えた。あ、行きました。何個か分かんないけど行きました。何それ？ほらほら、お支払い確認しましたって書いてある。あ、変えた。これも。よし！やったー。なんか、うん、よしって喜びきれないけど。いきなり突然変えた。ね、ちょっとあのね、個人情報がありまくるんで、ちょっとね、見せれないとこがあるんですけど、説明すると、まあ、バッグの中に入れますよね。入れて、それで最後、僕はあの、Apple Pay で支払うってやったんですよ。そしたらね、もうね、エラーしまくってしまくって、Apple Pay で買う。で、なんか最後のところに確認画面で OK って押して、Face ID 聞かれるじゃないですか。タッチ ID とかね、聞かれるじゃないですか。でそこでなんかエラーになるんですよね、うん、ずっと。まあ多分サーバーがね、一気にアクセス来て、それで今ちょっとやばいんだと思うんですけど、うん、そう思ってたんですよ。でそれをね、どんぐらいやったかな、多分30回ぐらいは多分やったと思う、うん、やって、で俺はね、それでね、注文完了しましたっていうところの画面をスクショ撮って見せようと思ってたんですよ。そしたら急にね、なんかバッグの中がブワッて消えて、急にえっ、バッグの中身消えたと思って、なんでと思って、であの自分のね、注文画面を見たんですよ今。そしたらね、変えてました。意味がわからない。今が9時17分だから17分ぐらいかけて予約した感じだね。そうですね、これ、うん、結構大変だったね。大変だった。まあ、よかった、変えて。変えたよ。よかったよかった。あ、お届け予定日、うん、10月23日お発売日にゲットできる。よかった。よっしゃ、うん、合ってるよね、うん、12プロで、シリコンのディープネイビー、うん、でブラック、レザーウォレットブラック、うん、オッケー、よかった、やったー、うん、あ、でもレザーウォレットだけ遅いよね、ちょっと。本当だ、うん、ね、まあ、まあケースだけくればね、うん、一旦ね、まあ、いいんじゃない、うん、シートも買おう、どっかで、うん、よし、まあ、こんな感じで予約状況は大変ですということでした。大変でした、はい、皆さんも手に入れたい方頑張ってみてください。白浜 TV、 浜井子と秀樹がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。またね、バイバーイ。